さあというわけで本日のゲストあ白井さんですありがとうございましたありがとうございました,うましたどうももう本当ちょうど二、うん、年ぶりぐらいの白井さんでございました、うん、いや結構久しぶりだなと思ったけど、ね、いかがでしたやってみてやってみて、はい、やっぱりねあのもうこれで良かったのかって毎回思うあ,あそうですかそう毎回なんかあれ、ま、で良かったですよまあでもやりたかったボケはやれたので、うん、その あのなんなんなのあれあれ知らないです。小<ょ> <laughs> 何なのって言われても知らないです。なのあの、はい、小学校の頃やりたかったボケをやれたので。<laughs> あここはシガレットとか？うん。あその未練があったんですか？うんやりたかったなって、はい、あの時やればよかったなって思ってたやつがあったから。はいはい、ここで消化してくれたんですか。そう,そうそうそう。いやありがとうございますそれは。そうもう小学校の頃やってたギャグもやろうかなと思ってたけど。 小学校の頃からギャグやってたんですかギャグいやあの1個だけね1個だけ小学校の頃代表ギャグがあったの私えそれで結構クラス内は沸かせてたりしてクラス内っていうかあの陰でひっそりやってたけど一番面白いタイプの人じゃないですか廊下とかでやってた一人えー、ひっそりギャガーだったんですかこっそりやってたでおも,おもいねっつって。

あの官庁して最後死ぬっていう。<laughs> いいっすね <laughs>、うん。これやってましたね、小学校。それ小学校でも思いついてなんですか。思いついてやってたね。いや、エッジ聞いてますね。<そう> <laughs> この頃から出てたんだよね。多分そういう感じでね。ちょっと官庁とか好きです、ね。官庁とかが好きだっていうのがやっぱりちょっと出ちゃってたね。いや、ロートロートってあの見たことありますよ。あ、見たことある。そう,う、はい、そう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 。スマップスマップで。 よく流そうそうそうだから長いこと流れてたからあれ私の子供の頃から絵っぽい感じの CM でああそれ新しいバージョン昔は鳩が飛んでたのリアルなリアルな鳩があジ絵じゃないの実際リアルに鳩がバーッと飛び回って実写スタートでそれが絵になったんだそう絵になったんだなと思ってへえんかすごいいい感じの 雰囲気ありますよね。雰囲気あったのよ。あ、そうなの、ね。そうそうそうそ。そんなギャグをここでえ、なんでロートなんですか。その管長と。いや、わかんない。<わ>私<も>小学生っぽいですね。やだから振り付けみたいなもんじゃないな。か振り付けが管長、まあ。キャッチー出しみたいな。そう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 そえ。<ー>はい。久しぶりにやらさせていただきました。いマジでじゃあ小学校からゲー変わってないですね。<laughs> かもね、うん、そう考えると、館長が好きだっ、はい、館長が好きだったっていうのもおかしいけどね。ね今日もね、<ん>ずっとうんこの話してたし、<laughs> やっぱ肛門周り好きなんだよな、ね、この人はこ。あ、そうだ、おしり、お疲れ様です。お尻。お尻は、本当にありがとうございます。<laughs> 僕がね、まあ、タイマーみたいな方もわかるかもしれないですけど、あの、粉流の手術をして、お尻の手術ね。 で粉瘤って言ってなくて、うん、お尻の手術して今全然座れないんですっていうのを確か SNS とかで言ったら、うんうん、白木さんがもう当たり前のようにそれが「痔だと思ったらしくて LINE 頂、うん、い,いて「痔の経験者としてね <laughs> そ,<う>でその LINE の文面の一行目が「肛門お見舞い申し上げます」<laughs> 本当にやかましいですよね。<laughs> 好きなんだよねやっぱりいやだから何でもやっぱそういうことは相談してほしいしい不安があったら言ってほしい私はやっぱ一応字ではなかったんですけどまあもし今後何かあったら、うん、字で困ったら何でも言って私にあそうなんですかいやあのずっと字だったからずっとずっとよ、はい、何が右肩上がりだったんですか <laughs> <laughs> もう気づいた時からいやこうだろ字に関してはいやだからもう意識がはっきりしだした時からもうずっと字だったえあそうなんですか物心ついたとき物心ついたとから字だったから私はだからこそ人一倍こう肛門のことを考えたりとかそう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 やっぱり時間があったからこそそれがお笑いのベースになってたりとかもあるんですかねまあ肛門ベースなのかな世田谷みたいに読んでくださいマジ肛門ベースって んかそうそんなところあるかもしんないいやそうかもしんないです。こんなおしゃれな場所でごめんなさいねずっと肛門の話ばっかりして振るからよ振ってましたっけ僕はすいませんかちょっとおしゃれな話したかったのになんすかおしゃれな話ってないでしょ我々せっかくだからおしゃれな話したいなと思ってさそう思ってたのよ無理でですも 正樹さん、その一応正式には下ネタ嫌いなんですよね。うん、下ネタは苦手。<笑><笑>そんなはずないと思うんですけど。苦手よ。そうなんですか、うん。苦手は苦手。ただなんかそういうなんか一周さんっていうネタがあるんだけど、一級さんのやつでね。一級っていうのはどういう感じですか。一に臭いで一級さんっていうネタがあるのね、私の、はい、まあ好きなネタなんだけど。はい、それは あの豚チじゃなくてウンチで書いて、それ好きだったんだけど、そういう感じの。ごめんなさい。例えば、じゃこの橋渡るべからずとかありました。そう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 この橋渡るべからずって言ったら、一休さんは真ん中を渡るじゃないですか。橋を渡っちゃいけないつって。一級さんはどうする？一級さんはだからもうこっから違うわけよ。ここ。ポクポクチンから。こう。うん。ポクポクこうやってる。 ポクポクポック癖から始まって <laughs> <laughs> あ舐めたから<め>てそれが乾いてこれを癖っ,ってから始まって思い思いついたみたいな感じになって、はい、なんかた看板があるじゃない縦看板はい、はい、ねこの味、はい、これをこの長いうんちで隠すわけ <laughs> <laughs> 文字を隠して <laughs> <laughs> 力技っすねそう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 であこれで解決みたいなへ <laughs>、えー すっげー。やってたね。屏風の虎は。屏風の虎。いやだから。それもクソでさ、こうやって。<laughs> え、それは、一さんが出したクソなんですか。<laughs> まあ、そこまで細かく決めてないけど、そういう設定かな。はい、はいはい。そう。せっつって出して。クセせって、もう、もう用意されてるから、うんこは、こう。あ、板付きでうんこあるんですか。板付きで、はい、まあ、なんか、うん。どうだったっけ。あ、袖から出してきてたか。そうそう。うん、解決する時も。こうはい この,このうんちで解決するみたいな感じではい、はい、やってたから、はい、そう,なん,かそうなんとなくでしか覚えてないけど、はい、そういうう,うんちで解決する虎もなんか屏風で塗っちゃうみたいなことなんですか、ね、そうだからこうとらをこうやってね、うん、私がこれうんこをつけようとしますんで出してくださいっていう、はい、<laughs> その受けるんですかそれ分からないどっちか分かるでしょえ <laughs> 記憶がない。記憶がないですか。記憶がない。それ多分受けてないですよ <laughs>、うん。受けすぎて記憶ないことないんで。そっか。はい、いやあれはまあでも私の中で楽しかったなっていう感じで。そうですか。そう,そうそうそう。まあまあ楽しいでしょうねう。たまにやる分にはいいなっていう。本当下ネタ嫌いとかもう言わないでください。いや下ネタ苦手よだから本当に。だから小学生の下ネタは私好きだけど、うん、その大人の下ネタは苦手。 あ、ちょっと生々しいやつや。あ、なるほど。そう、だからもうちょっと。だ、縮れ毛とかどうですか?。縮れ毛は大丈夫。まあ、大丈夫。なんかちょっと、も、あ、そう、縮れ毛で思い出したけどさ、そ <laughs> んで思い出してくれてんだよ。縮れ <laughs> 毛で数珠つなぐな。なんか、その。まあ、ちょっとう、う、胡散臭い人に誘われてね。胡散臭い。なんですか、その入り口。胡散臭い人の、はい、なんか。 なんか作家さんみたいな人がいて、うん、その人んちでちょっと撮影するっつって <laughs> 何のの撮影ですかかなんかそのお笑い系の撮影なんか YouTube じゃないけどそういう系の撮影するっつって<怪し>い <laughs> でそれで嫌だったけど <laughs>、はい、まあその人んち場所提供してくれてるから行くかと思って行ったらさあの床がねフローリングなんだけどまばらな。 黒い床だなと思ってたの全部縮れ毛だったのよよく見たらゾッ <laughs> としちゃって <laughs> びっくりしちゃって私こんなに縮れ毛が落ちてる家見たことないと思って何,何その話いやびっくりしたのよだか,だから妻だっちゃってもうだからスリッパなんかあるような家じゃないからその男性の一人暮らしって感じのとこだったんだけど、えー、で。 もう人私ともう一人ゲストの女の子がいたんだけどその子があからさまに出ちゃってたの、うん、あ<ー>みたいな感じのが、うん、で、がそんなの傷つくなぁせっかくせ掃除したのにって言ってて、えー、掃除してたや <laughs> だろって <laughs> <laughs> 掃除してねえだろ掃いたやだろお前はよと思って。 マジっすかそれゃいやびっくりした本当にで撮影したんですかしたよだからしもう本当よく知らない人の家に行くんじゃないなっていう教訓にはなりましたけどほ本当そうですね <laughs> それいつの話っすかいや結構何年か前相当前だな<ー>うんびっくりしたなあれはその映像ってどっかで見れるんですか <laughs> 上がってんですいやでも上がってないと思うもう多分相当昔すぎてへ<ー>だって YouTube すら まだ本当にそんなははい、はい、流行ってる感じじゃない十年以上前ぐらいですかね、うん、近いかもへーそう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 そんな感じの、うん、ごめんなさいねちょっとちじれげエピソード喋っちゃった <laughs> い下話しかないじゃないですかいや下じゃないのよだって違うじゃないち、うん、じ,じれげって下じゃないじゃん下じゃないですか <laughs> なんですかその理論下だ、ね、肌の毛だから の毛ああまあそうですね、うん、ど,どこからの結果も分かんないです、ね、分かんない分かんないし、はい、そう本当に <laughs> もにでもそういう話しかないな、よく考えたらいやでもそれが魅力ですよ<え>やっぱり、うん、ちょっと考えた方がいいね私ねそう,うそういう毛の話しかないあでも色それ以外もあるじゃないですか面白いやつおでこがへこんだ話とか、はい、おでこがあおでこへこんだなあれ何の話だっけ おでこへこんだね。<laughs> おでこへこんで、うわやばいやばいってなって急いで病院行ったら、あこれ老化ですねって言われた。あーそうだ。はい。はい、よく覚えてるね。その忘れてる感じも老化っぽいです。もうやだな。いろいろ話忘れちゃって、結構だからの、はい、今私の中で残ってる話っていうのがさそんななんか覚え。 てる話が結構減ってきてるのかな。なんか、まあ、もちろんカレーの話は覚えてますもんね。そう、カレーの話はまあよくするから、あれなんだけど。えっと、ギャンブルやめた話とか。えっと、あとなんだっけ。何の話。ギャンブルやめた話って、どんなんでしたっけ。ギャン、ギャン。ギャンブルは。もう本当にあ。 やめたっていう思ったっていう話なんだけど、昔あのスロットがにめちゃくちゃハマってて、パチンコでバイトしてて、もう本当に狂ってたの。あ、もう毎日のように。そうそう、もうギャンブル運があるんだったらやっていいと思うねん。ないのにいっつも負けるのにもうまやってたからこれは本当に良くないと思って、でちょうど当時なんかそのなんかあのトラさんのとかでなんか。 たのこ、はい、をやめる代わりにお仕事くださいみたいなそういうやつが流行ってたからあ私もそれだったら神頼みで、うん、もう神様との約束だったらいいいじゃないですかもうやめれると思って、うん、でそれでもうスロットやらないと思ってやめて、うん、で,でまあなんかもうずっとやってなかったんだけど、うん、なんかちょっと前ぐらいに。 本当に久しぶりにもう無償にやりたくなっちゃって、うん、でも、神様1時間だけほんとごめんなさい。1時間だけ <laughs> 1>,、えー、1万円、はい、1> もうそれ以上は使えませんおうおうもうちょっとだけ本当に久しぶりだからちょっとだけ楽しむ感じでやらせてくださいっ,つって、はい、思いながら、うん、そのパチンコ屋でこう売ってたらそのパチンコ屋に雷落ちたの。<laughs> <laughs> びっくりしちゃってさ、停電。いや、落ちコロコロコミックすぎません。いやマジでびっくりしちゃた。最後雷落ちて終わりって。いや本当本当びっくりした。で停電の。停電なって、私一回なんか大当たりかなんかの演出かと思ったら無かった。ホワッったらさ。店内全部消えてて。店を上げての演出ないだろう。いやだからびっくりしてさ。まあそうなんすね。まあもうこれもやらん方がいいなと思って。 仕事だったらいいと思うんだけど自分から進んでやるのはそれ以来やってないちゃんと見てますねそう見られてるなと思ってもうやりませんと思ってそうですね何事もねいいことはやってもいいと思うけどね会う人はねいいと思いますう感じでまたよかったら2年後にいらしてくださいはい2年後2年後待ってますはい待ってますあオファーをうん どうせ急に来るんでしょ。<laughs> 急に思い出してくるじゃん。あとこの間さ、ちょっとラジオでさ、ち,ちらっと会ったじゃない。会いました。ラジオでね。うん、それで思い出したでしょ。私、あ、いたと思って。<laughs> あ、あそこの枠空いてるからいけんな。あ、白木さんいっか。みたいな随分鋭いっすね。本当、思い出したでしょあれね。<ー> <laughs> 思い出して呼んだなと思ったの。<laughs> <laughs> また思い出した頃にいいですか、<laughs> 白きさん。お願いします。しゃごがないね。すみません。よろしくお願いします。はい。はい、というわけで本日のゲスト、あ、白井さんでした。はい、ありがとうございました。